皆さんこんにちは、ローランドです。今回プロデュース101ジャパンシーズン2が始まるということで、僕も国民プロデューサーの一人として応援させていただきます。まあ、シーズン2に期待することはやっぱり一作目がね、すごい個性的なメンバーがいたじゃないですか。だから彼らみたいな、また個性的で、なんか印象に残るような、そしてまあなんかどこか愛着がね、僕湧いてしまったんで、なんかそういうのが、まあ、そのプロデュース101をねプロデュースする、まあ、国民プロデューサーの一人の楽しみでもあるんで、まあそまあ、感情移入できるような、そんなねグループ、みんなに愛されるグループが生まれてくれたら嬉しいなと思います。まあ、どういう人に募集してほしいかっていうところで言うと、やっぱり、まあ、もちろん東京だったりね、地方だったりいろんなところにまあ住んでる方いると思うんですけども、なんか自分自身がもうこれぐらいの人間なんですとか、まあ、これぐらいの人生なんですよねって、まあ、どっかでまあ決めつけてしまっていたりとか、妥協していたりとか、そういう、まあ、男たちをたくさん見てきて、まあ、そういう男たちもったいねえなって思うんですよ。もっと上に行ける可能性もあるのになとか。なので自分の殻を破って、まあ、少し勇気を出して応募してくれたら嬉しいですし、まあ、このメッセージがみんなの背中を押す、まあ、一個のきっかけになってくれたらいいなと思っておりますので、もしこう自分の胸に手を当てて、あ、俺のこと言ってんのかなって思う子がいたら募集してみてください。プロデュース101ジャパンシーズン2は12月6日までオーディションの募集をしております。皆様のご応募楽しみに待っております。次戦他戦は問いません。ハッシュタグ私が国プで SNS 上にて他戦も受け付けております。詳しくは番組公式ホームページをご覧ください。君の思いが翼になる。 Let me fly.